可愛いですよ、うちの子いなくなっちゃったからエスパルスのグルメコーナーエキスパートだから。ということで、今日はエスパルス対藤枝の試合を見に来ました。ルイスと一緒です。早速中に入っていきたいと思います。久しぶりのアイスタ観戦です。楽しんでいきましょう。 Are you ready? バモスラーイ。じゃあ最後に秋葉さんいるからね。あ、そっか。おしめハロハロー。あ、いた。わかっちゃうんだから、坂田さんいるの。久しぶりです。元気ですか。元気です。いつもありがとうございます。ナポリアンのパンですよ。あ、ありがとうございます。食べてください。これ少なくていいんで。あ、そうなんです。このまま食べてください。そう、あのご家族で。そうそうそう。え、これ埼玉。そう、なんか埼玉でね、あの浦和のねところにあるやつなんですけど、すごい人気で、ぜひぜひ。タグの付き、懐かしい。そうだ、今日行ける。出てますよね、今日も。出てます。で、これ三島の方で買ったんで、ブランデー入ってる。うん。だから。お酒大好き。運転前強めかもしれない。ありがとうございます。いつも一泊します。でね、明日また友達とちょっとご飯して帰るみたいな。サンタナはどうですか。いないんですよ、サンタナ。ああね、やっぱりここからね行ってる。たまにダゾンで歩いてる。ではめったにいないです。ああ。浦和のだから。ルイスのために見てくれてる。まだ知ってる。サンタナカルイスクラス。ああ、じゃあ一緒のチームにいるからね。そうだね。ああ、ブラジル。ブラジルで買って、あのみんなにプレゼントしてもらって、プルっていうものです。ありがとうございます。本当これでね、あのブラジルのみんな友達だから。みんな友達だから。優しい。ありがとうございます。知らないですよ。初めて見るじゃん。初めて見るんですよ。ペパル。盆栽始めたそうで。そうです。そうだそうだそうだ。盆栽始めたんだよね。え、習ってんですか。これから習おうと思います。大宮盆栽村だっけ。あ、そうそうそう。そう。あ、そうなんです。私たちも初めて行って、そしてなんか YouTube とかもやられてて、それこそでなんかどうやって盆栽やるかみたいなのも載ってるんですけど、可愛いですよ、うちの盆栽。めっちゃ大事で、最初の夜の日なんか盆栽と今日一緒に寝ようかなとか言って中入れていいとか言うから、いやちょっと出しといてって。今日もちゃんと水あげてきたね。そうだね、大切に育てようね。ありがとうございます。行ってきます。それとね、これからグルメを見に行きます。初めてのもうエキスパートだから。エスパルスのグルメコーナーエキスパートだから。経験者、経験者、経験者とかじゃない、もうベテランだから。ベテランか。で多分もっと長い人に言っちゃダメだよ、うん、ここが天神屋さん。なんかお弁当とか、なんか焼肉とか牛タンとかをよく出してて、ここイモチェーヌさん、まあ、フラペチーノすごい美味しかった。あの焼き芋フラペっていうやつを前に飲んでて、あの北爪さんとか、はい、あ、こんにちは、せいさん。こんにちは。久しぶりです。レースと一緒に来れたんです。本当に、今日はないのか。今日は今日試合ないですね、はい、J1 がなくて、はい、レースパート応援しに行こうって言って。埼玉の生活どうですか。埼玉楽しいね。めちゃくちゃ楽しいね。最初結構大変だったし、引っ越したから、今日はちょっとバタバタしたけど、だいぶ落ち着いたね。坂田さんやっちゃった。あ、会いました、会いました。いつも会いました。いやいや、ありがとうございます。恥ずかしいんで、そんな。こんにちは。
じゃあください。2つ。はい。はい、めっちゃうまい。テレビ向けみたい。ミラー一緒だった。そうそうそう一緒です。何？ジムジム。ジム一緒だよ。ああ。あのもう。なんか来年ルイスさんのユニフォーム買おうかなって。ああ言ってくれ。なくなっちゃったから。いやでもその話も家でしてたんですよ。なんか今日ジムで会った人がなんか申し訳ないなとか言ってて。グラムミラー。ミラーないですけど裏のミラーミラー愛しすぎてる写真一枚いいですよこんにちは久しぶりですレイソイさんに来ましたこぐし普通の方のこぐしの方でお願いしますありがとうございます衣類だけでここはあの軽症園で私立のさいつもみんなが CM あの秋葉さんとかがうわーみたいなやってるやつでは中に入りますあそこで見せてエキスパートのエキスパートだからあの道順とか任せてどこから入るとかは分かる、うん、あーこんにちはこの前の雨の時でもあったお世話になります今日は2人で来ましたいえいえ懐かしいね日本ダイル応援しますありがとうございますあいやもう困ってたんですよ聞いてもらえる人いなくてでも群馬まで行って群馬そうだからもう最初静岡まで県に行こうかなって言ってありがとうございますほら美味しそう美味しそうで僕
で、ホテルに帰ってまいりました、試合後ですね、ちょっとルイスもおしゃべりしたかったりとかしてバタバタしてたので、ちょっと最後のねホテルになってしまったんですけれども、今日の試合1対0で清水エスパルスの勝利となりました。はい、初めてねルイスとアイスタで観戦をしてっていう形だったので本当に楽しかったです。皆さんもすごくルイスのこと気遣ってくれてるので、こうやって2人で静岡に帰ってこれて、大好きなエスパルスの試合を見ることができて本当に嬉しかったです。またねこうやってチームを離れてしまってもエスパルスのこと心から応援していますし、また機会があればこうやって YouTube も回したらなーっていう風に思っているので、ぜひ引き続き、チャンネル登録そして、いいねよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー、チャウー。